はい、皆さんお疲れ様です。ゾウリと申します。この花トゥルーレポート、続き読んでいきたいと思います。立花さんが指さす方を見てみると、壁にプールと書かれている。いや、やめとく。早く部室に行った方がいいんじゃないかな。捜査に来たんだし。それもそうね。早く聞き込みして事件を解決しなくっちゃ。立花さんは大きく一つうなずいた。そして僕たちはそのまままっすぐ進んでいった。硬いフロアに僕たちが鳴らすスリッパの音だけが響く。確かに水泳部員は何か知ってるかもね。トラブルとかあったの？でもよく考えるとそれが逆に怪しいじゃない。更衣室と書かれたドアを過ぎたあたりから次第に生ぬるい、湿り気と、塩素の匂いが漂うようになってきた。そして奥に水泳部のプレートが見えてくる。いいわよ。部室の前まで来た時、ドアの奥から女の子たちの話し声が聞こえてきた。叱るようにひときわ大きな声がした。その時何の前触れもなく立花さんが部室のドアを開けてしまっていた。どこか湿気て感じる部屋の中で5人の女の子たちがスチールの机を囲んでいる。練習後だったのか水着姿で肩にバスタオルを羽織っている。だけどただ一人制服姿の女の子がいた。振り返った彼女たちの顔は皆怖い表情をしている。急に驚かされた。どれもまさにそんな感じだった。何よあなたたち。上座に座る女の子が険しい表情で尋ねてくる。この子がさっきの大声を出したようだ。髪を後ろに束ねていて銀縁の眼鏡をかけている。僕の中でふと監獄長という言葉が浮かんだ。間違ってるよな。山内先生のことで話を聞きたいんですけど。立花さんがそう言った途端部屋の空気がピンと張り詰めた。私たちこの事件の捜査をしてるんですけど、先生が殺された原因に何か心当たりはありませんか？左奥に座った制服の女の子が不意に顔を背けた。長い髪で隠れた顔がわずかに見える。わずか？違うよね。かすか？なんだ？その辛そうな表情はいかにもおとなしそうで、清楚という言葉がぴったりな女の子だと僕は思った。あの。不意に右手前の女の子が口を開く。声からすると、さっき双葉と呼ばれた子だと思う。瞳がパッチリしたポニーテールの似合う明るそうな感じの子だった。双葉？向かいからさっきとは別のソバージュの女の子が注意する。そして少し釣り目気味の鋭い視線を僕たちの方に向けてきた。ただ一人、左手前に座ったショートカットの女の子は最初から全く表情を動かさず、ずっと黙ったままだ。悪いけど出てってくれる？今ちょっと立て込んでるから。部の今後のことで会議中なの。最初の銀縁メガネの子が続ける。険悪な空気がピリピリと肌に伝わってきて非常に居づらい雰囲気になってしまった。めぐるくん。立花さんが小声で囁いてくる。君の出番よ。そう言って立花さんは僕の手のひらにタッチした。え？ほんと使えねえな。戸惑う間もなく僕はぐっと前に押し出されてしまった。まあ言ったな。こんな状況で何を言えって言うんだ。本当だよ。実は僕たち新聞部なんだけど。とっさに僕の口から飛び出したのは自分でもわけのわからないそんな言葉だった。ソバージュの女の子がいきなり席を立った。新聞部？
そんなのこの学園にはないわ。今そんな冗談を聞いてる気分じゃないのよ。とまくし立ててじりじりと僕たちを後ろへ追いやっていく。困った。これ以上言うことがなくなってしまった。もともと僕はこういう風にとりあえず何か喋って場の雰囲気を持たせるということには点で慣れていない。だいたいこんな時こそ立花さんが本領発揮すべきなのに、なんでよりによって僕なんかに交代するんだ。考えている間に僕らはじりじりとドアの外へ追いやられ、物質の外へ出た瞬間ピシャリとドアが閉められてしまった。立花さんは閉じられたドアを悔しそうに見て僕の方を振り返る。まったく、ちょっとは役に立ちなさいよ。君は私のワトソン君なんだから。まずドア開ける前に聞き耳立てろっつんだこいつ。そっからだろ。悪かったな、役立たずで。こういうことには慣れてないんだ、仕方ないだろ。まず俺が言ったところ突っ込め。いや、お前が何いきなり突っ込んで開けてんだよ。一番役立たずだろって言ってやれよ。第一小説の登場人物と一緒にするなよ。そう思いながら僕はピタリと閉じられた目の前のドアを見つめた。もう一度入る気になれず、僕たちは一旦その場を後にした。図書室に何か用事があるの？ちょっとやぼよ。立花さんが答える。水泳部で聞き込みをした後、午後になって僕らは図書室を訪れた。立花さんに誘われたのだ。休校だけあって校舎にはほとんど人がいなかった。人気のない木造の廊下は雑巾がけで、ただダーッと走っていく光景が似合いそうだ。あれ、鍵がかかってるのかな。どいて。立花さんが僕を押しのけて引き戸の前に立ったと思った瞬間、前触れもなくいきなり戸を蹴飛ばした。すると何事もなかったみたいに戸が開く。なんか立て付けが悪いのよね。開けゴマの魔法みたいだな、まるで。まあね、これがこの学校で一番最初にマスターしなきゃいけないことよ。そう言って立花さんは中に入っていった。図書室の中は思ったよりも広い。これだと蔵書量はかなりありそうだ。校舎が古い分、古書はなんかも揃っていそうな気がする。立花さんは図書室に入るなり、本が並べてある棚の一角であれやこれやと何かを探している。ここで何を始めるつもりなんだろうか。ほどなく彼女は一冊の大きな本を抱えて僕のいる観覧コーナーへとやってきた。あったあった、意外と簡単に見つかったわ。何探してたの？今年の卒業アルバム。言いながらアルバムをパラパラとめくる。僕はまだ立花さんの目的が分からずにいた。見っけ、水泳部の写真。後ろの方に部活の写真が載ってるでしょ。もちろん名前とクラスも一緒にね。なるほど、それでさっきのメンバーの名前をはっきりさせようってわけ。あったり。私も学校の前世との顔と名前を覚えてるわけじゃないからね。休校だから人に聞いてると時間がかかりそうだし、かといって先生とかにも聞きづらいでしょ。でもよく思いついたな。僕が素直に感心すると立花さんは胸を張って大いに威張った。これさえなければ
さっき部室にいたのは3年生と2年生ね。入学式も延期になってるから1年生はまだ入ってきてないしね。その通り。ってことはこの写真の中には当時1年生と2年生だった彼女たちの姿があるはず。あった。写真の中にさっき見たメンバーの全員が写っている。見覚えのない生徒はつい最近卒業したメンバーなんだろう。浅間ひとみ、岸本美穂、石井いつこ。どうやらこの3人が今の3年生みたいね。つまり私たちの上級生で、残りの藤崎双葉と長山翔子、この2人が2年生、僕らと同級生ってわけか。5人のメンバーの顔と名前がつながる。僕らは改めてもう一度情報を確認した。まず浅間ひとみ、3年生。キビキビとした真面目そうな物言いや、部室で見た時上座に座っていたことから考えてもおそらく水泳部の部長は彼女に違いない。銀縁の眼鏡をかけた真面目でちょっときつい感じのする女の子。僕は彼女を見て看護婦長をイメージしたことを思い出した。弱えたでいいの？ん？そうか。髪を後ろで垂らしていた。後ろに垂らしていた。岩井いつこ、3年生。部室でただ一人制服を着ていた女の子だ。立花さんが部室で山内先生のことを聞いたとき、辛そうに顔を背けたのが印象に残っている。ロングヘアでいかにも控えめそうな清楚という言葉がぴったりな女の子だった。岸本美穂、美穂だよね。3年生。あの時怒って席を立ち僕らを部室から追い出した女の子だ。双葉という女の子にも鋭い口調で注意したし、怒りっぽい性格のようだ。緩やかにウェーブのかかったパーマヘアだったことを覚えている。藤崎双葉、2年生。部室で話を聞いた時何かを言いかけた女の子だ。結局先輩たちに咎められて口をつぐんでしまったが、確か瞳がパッチリしたポニーテールの似合う明るそうな女の、明るそうな感じの子だったと思う。長山翔子、2年生。この子だけどうにも会った時の印象が薄く、今一つ特徴が明瞭に思い出せない。合ってるよな。間違ってる？部室では左手前側に座っていたショートカットの女の子だ。さっきも最初から最後までほとんど表情を動かさなかったし、一言も喋らなかったから、かなりおとなしい、悪く言うと暗い性格なのかもしれない。情報を整理してなんとなく水泳部の全体像がつかめたような気がした。といってもこれで事件の捜査が進展したとは言い難い。さて、一息ついたところで立花さんが開いていたアルバムをパタンと閉じながら言った。めぐるくんにプレゼントがあるんだけど。うわー、もらいたくね。え？意外といえばあまりにも意外すぎる言葉だ。犯人は私よと告白されるよりも意外だったというと、それは立花さんに失礼だろうが、キョトンとして反応できずにいる僕の目の前にノートやら教科書やら参考書やらどこからともなく現れて積み上げられた瞬間的に、僕は立花さんの意図を察した。じゃ、めぐるくん頑張ってね。ちょっと待ってよ、なんで僕が立花さんの宿題をやらなきゃなんないのさ。さっき水泳部の部室で役に立たなかったバッジよ。めぐるくんは私の助手なんだから、これぐらいは当然よね。何が当然な。部長命令、つうべこと言わずにさっさとやる。学校の鼻つまみ者にはなりたくないでしょ。声も出なかった。間違ってる、何かが間違ってる。とにかくこれは非常にまずいパターンだ。下手をすると僕はこの学校にいる
間ね、なんて読むのかな、範疇でいいのかな。立花さんの言いなりになってこぎ使われ続けるかもしれない。まあ全部とは言わないから、英語と古文のどっちかでいいわよ。さ、どっちを選ぶ？何かと早いうちに打開策を見つけなければならない。目の前に差し出された2つのノートを見ながら、僕は自分にそう言い聞かせていた。これ英語だっけ。じゃあこっちをやるよ。僕は仕方なく英語のノートを受け取り、教科書を見ながら日本訳を書き始めるのだった。それからしばらく後、大きな音が響いたと思うと、ゆっくり図書室の戸が開く音がした。あ、みんな蹴飛ばすんだよね、あれ。あー、来た、かわいい。ここにはポニーテールの女の子が立っている。さっき部室にいた水泳部の女の子で、名前は確か藤崎双葉とだったはずだ。さっきのガーンという大きな音は、やっぱり戸を蹴った音なんだろう。ということは、彼女もさっき立花さんと同じように。なんだか想像したくない。藤崎さんは僕たちを見つけると、キョロキョロと周りに誰もいないのを確かめるようにしながら近づいてくる。あの。藤崎さんは一瞬悩んでいるような様子を見せたが、すぐに意を消したように表情で僕たちに話しかけてきた。そわそわしてどこか落ち着かないような声だった。どうしたの？山内先生のこと調べてるんですよね。まあそれはそうなんだけど、確か藤崎双葉ちゃんよね。あなた何か知ってるの？立花さんが身を乗り出して聞く。どんな一言も逃すまい、彼女のそんな気迫が伝わってくるようだった。その…しかし当の藤崎さんはといえば、うつむいたり周りを見渡したりを繰り返している。言いたいけど言いにくい、そんな感じだ。藤崎さんの中でまだためらいがあるみたいだ。そんな彼女の言葉を僕たちは静かに待った。 1,2 分くらいそうしていただろうから、藤崎さんはようやく決心したかのように一つ大きくうなずくと、ゆっくりと口を開いた。助けてください。たった一言、それも消え入りそうな声で、彼女は小さくつぶやいた。しかしその言葉に込められた切実な思いは僕の琥珀に鋭く切り込んできた。助けてって、それはもう耐えられません。我慢できないんです。どういうこと？何があったの？立花さんが聞き返すと、彼女はぎゅっと目をつぶった。その怯えた表情が心の中の苦悩を物語っている。その時だ、突然戸が開く音がした。藤崎さんは一瞬ビクッと体を震わせると、慌てて入り口の方を振り返った。ちょうど2、3人の女生徒が、ノートを持ってこっちに向かって歩いてくるところだった。藤崎さんは僕らのそばに近寄ると、中庭で待ってます。それだけ言って足早に図書室を出て行った。僕らはお互いの顔を見合わせた。何があったんだろう。わからないわ。でも何か知ってることは確かね。話を聞きに行くしかないでしょ。立花さんは勢いよく立ち上がった。僕はどうしてもさっきの藤崎さんの様子が気になって仕方がなかった。なんていうか、とても思い詰めているというか、これはひょっとしたら、ちょっと待ってよ。もしかしたら藤崎さんが犯人という可能性もある。今ももう耐えられないとか我慢できないとか言ってたし。なるほど、言われてみれば確かにそうね。じゃあどうすればいいのよ。そうだな、
僕がこの後の行動を決めかねている時、あ、ミヤコ。さっき入ってきた女子の一人が立花さんを見つけ、こっちに歩いてくる。どうやら立花さんのご友人のようだ。なんだ、ゆうこじゃない。あんたも学校来てたの？空港なのに。ええ、ブラスバンドの練習でね。来月コンクールがあるから最近は休みなしなの。今は休憩中だけどね。大変なのね。それよりさっき先生が宮子のこと呼んでたわよ。なんでも思い出したことがあるとかなんとか言ってたけど。先生？なんだっけ、あの社会科のメガネかけた真面目そうな先生。ああ、わかったわかった。立花さんは露骨に嫌そうな顔をして何度もうなずく。僕もどの先生のことだがすぐに分かった。あの菱池先生のことだった。じゃ、確かに伝えたからね。はいはい、わざわざありがとう。立花さんがお礼を言うと女の子は友達のところへ戻っていった。きっとブラスバンドの仲間なんだろう。さて、藤崎双葉ちゃんとそれから菱池先生か。どうしようか。そうだな、先生の方はちょっと気が引けるんだけどね。やっぱり待ち合わせ。やっぱり待ち合わせ場所に行こう。藤崎さんの話を聞くのが今のところは一番確実な気がする。それもそうね。じゃあ早速行きましょう。そうして僕たちは待ち合わせ場所へあるである中庭へと向かった。中庭には小さな噴水があり、ちょっとした憩いの場といった手段。お、なんていうのこれ。もちろん休校だからという理由もあるだろうが、校舎の中とは違って全く人影がない。それを知って藤崎さんはここを選んだのだろう。来てくれたんですね。そりゃもちろん来るわよ。で、早速なんだけど、さっきの話の続きを聞かせてくれない？余計なことを言わずに立花さんはいきなり本題に入った。たちまち藤崎さんの表情が暗くなる。なんだかとても辛そうに見えた。しかし話を持ちかけてきたのは藤崎さんの方だ。今はただ彼女から話を聞くほかない。助けてほしいんです。それはさっきも聞いたけど、どうかしたの？ゆっくりと顔を上げた藤崎さんの表情は怯えきっていた。目だけがすがりつくような強い光を放っている。一瞬、気圧されて僕は思わず唾を飲み込んだ。私たち山内先生に死神の呪いをかけてたんです。死神の呪い？僕は戸惑いの表情を隠さずにそのまま繰り返した。しかしそんな僕と比べて隣にいる立花さんはかなり驚いた様子だ。そういえば魂をさらう死神の話は立花さんから聞いたけど、呪いなんて言葉は話の中には一切出てこなかったはずだ。僕の様子に気づいたのか、そういえば伝えてなかったわねという表情で立花さんが小さく肩をすくめた。死神の呪いっていうのはね、この前めぐるくんに話した死神の話とセットになってるおまじないなの。本当にそういうことを一緒に教えてくれない、この頭の悪さ。おまじない？方法は至ってシンプル。夜の教室を訪れて憎い相手の机に4って数字をなぞるだけ。ああ、なるほど。そうすると死神がその相手のところに3の紙、つまり霊の宣告を届けてくれるってわけか。
そういうこと。共犯者が多ければ多いほど、そしてなぞった回数が多ければ多いほど呪いの効果が高くなるって言われてるわ。最初に立花さんから死神の話を聞いたとき、彼女は半ば呆れた顔をしながら、まあお決まりの学校の階段ってやつよね、という一言で片付けた。しかし今の立花さんの表情は前とは違っている。それはもちろん僕も同じだ。もしもっと状況が違っていたのなら、いかにもそれらしいと今回も笑って済ませられたかもしれないのだが。でもどうしてそんなこと。立花さんが尋ねる。囁くようなそのトーンの低さは、死神の呪いというものがこれまでタブーとして扱われてきたことを物語っているように思えた。水泳部では毎年冬休みに沖縄へ行って体力をつけるための合宿を張るんです。ちょっと前になりますけど、その冬休みの合宿中に水泳部である事件が起こったんです。ある事件。藤崎さんが無言のまま目を閉じ首を振る。触れてほしくないということなのだろう。立花さんが先を続けてというように藤崎さんに向かってうなずきかける。その事件で部員の一人が山内先生にとても傷つけられてしまったんです。私がそれを知ったのは春休みに入ってすぐ、つい最近のことだったんですが、その時部長がせめてもの報復をしようって、死神の呪いをみんなで職員室の机に。つまりあなたは自分たちがかけた呪いのせいで山内先生が死んだと。そんなことが。しかし藤崎さんはそうだと言わんばかりにうなずくと、ゆっくりとブラウスのポケットに手を入れる。今朝これが届けられたんです。ノロノロと引き抜かれた手には二つ折りにした紙が握られていた。彼女はまるで嫌なものでも触れるように指先でつまむようにして、それをかさりと広げた。そこには3という数字が活字で印刷されていた。人の手で丁寧に書かれたものではない。怒りに任せて書き殴ったものでもない。あらゆる表情、感情が欠如し、その思考とは離れたところで、ただ記号としてのみ存在する数字の3。機械的な死へのカウントダウン。まさか。見入られたもののもとに、まず3と書かれた紙が届けられる。僕の脳裏に記憶の底へ追いやっていたはずの不吉な伝説の一節が蘇った。私だけじゃありません。みんなにも同じものが届けられました。さっきは部室でそのことを話してたんです。言いながら藤崎さんの持っている紙が細かく震え出す。その顔は今にも泣き出しそうだった。死神の呪いです。私たちが先生に呪いをかけたからお返しが来たんです。でも呪いをかけた本人に帰ってくるなんて話はないはずよ。じゃあどうしてこんなものが届いたりするの？その言葉に立花さんは黙り込む。助けてください。藤崎さんがいきなり大声を出してポロポロと涙をこぼし始めた。このままじゃ私たちみんな死んでしまう。死神が魂を奪いに来る。もちろん僕はそんなこと信じちゃいない。しかし頭では否定しているつもりでも、彼女の怯える姿を見ているうちに、つい死神の存在を知ってしまっている、信じてしまっている自分に気づく。死神に
立花さんが泣きじゃくる藤崎さんの肩に手を置いた。大丈夫よ、死神なんているわけないじゃない。え、そうでしょ。その途端彼女はわっと抱きついた。立花さんはほんの少しだけ驚いた表情を見せたが、すぐその背中に手を回した。しかし藤崎さんは一向に泣き止む気配を見せない。助けて。大丈夫だって。震える彼女の背中をポンポンと叩きながら、立花さんは何度も同じ言葉を繰り返していた。死神か。立花さんがまたつぶやく。はい、じゃあ今回はこの辺にしたいと思います。それではまた。